20試合ぶりの豪快アーチ、ついに吉田正尚が無双し始める。レッドソックスの吉田正尚は1日のレッズ戦に4番 DH で先発出場した。その試合で実に20試合ぶりとなる7号ソロホームランを放ち、本拠地は興奮に包まれた。吉田は2回の第1打席で3球目の内角カットボールをうまくさばくと、打球はライトポール際へ高々と舞い上がり、そのままスタンドイン。飛距離約 109.4 メートル、打球速度約 157.4 キロ、角度32度の見事な一発だった。吉田正尚はこれで4試合連続安打となり絶好調となっている。ホームランは5月5日以来、20試合88打席ぶりとなった。20試合は長かったな。正尚来たー。打率もリーグ2位とかすご。もともとプロ野球でも最高の選手だからな。メジャー1年目で残せる成績じゃないよな。そもそもレッドソックスの上位打線で出続けているのがエグい。吉田正尚が天才と言われるのわかる。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたからのコメント待ってます。